好，今天我们来到东门站。我想吃好吃的东西。走吧。Let's go。大家好。大家好。你今天想吃什么？ちょっと忘れちゃいました。我想吃我想吃好吃好吃的东西。好，那走吧走。Let's go Let's go。 好吃妹妹来到冰袋混的便店。Let's go Let's go。 すごい、全然並ばない今日。10分炒饭还有小笼包。还有小笼包。好，那走吧走吧。吃啊，待ってね。はい、チーズ。我们先到冰袋风本店。你第一次来到这边吗？你想吃小笼包吗？小笼包。Let's go。本店に来ました。じゃあこれを取るわ。行きます。はい。初の初対面を連れ。よしよしよし。店主一番、店店主一番、お客様いらっしゃいませんか。はい。1031だよね。そうです。 OK。2階席にまっすぐでください。2階席が日本人席らしい。スタッフの人がね。おお、お持ち帰りもできるんだ。レッツゴー。小籠包の頭ぶっ飛んでるし。お寿司屋さんの顔です。本当だ。おお、めっちゃ広い。めっちゃ久しぶりに来た。確かにお寿司屋さんの匂いするね。めっちゃ優しい顔。こんな風はないよ。来るよ。食べてください。ありがとうございます。ありがとうございます。あります。どうぞ。好吃妹妹吃小笼包。好吃妹妹。你先吃吃看。どうぞ、先どうぞ。え、いいんですか。好啊。小籠包は熱いからな。そう、気をつけて。好烫哦。そうですよね。ちょっと肉汁バーって出してもらって。はい。出るかな。ああ、難しい。うわー、ああ美味しい。すでに美味しい。どうぞ。いただきます。好吃吗？好吃。間違いなくハオツです。本当に美味しい。毎週食べたい。毎週食べたい。毎日食べたい。毎日食べたい。あと、あのパイグーもぜひ食べてください。いただきます。なんか胡椒の香りがすごいですね。そう、この前のエビより多分塩っ気がちょっと強い。
日本人にはね、こっちの方が好きだと思う。ハウツハウツハウツ、本当に本当にハウツです。お気に入りの味になりました、うん、こんな薄いのにジューシー、そう、美味しい。しかもね、すごいなんか食べ応えがある。うん、美味しそうですよね。そうですね、良かったです。ありがとうございます。今日はあの、お酒がない健全な会で、はい、酔ってないです。この前の小籠包のインターホン101はここに貼っておきます。だいぶ酔っ払ってましたね。やめてください。ごめん、続かんば。美味しい。チャーハンも美味しいしね。チャーハン食べた？食べます。オッケー、いただきます。小籠包はね、インターホンに限るよ。他のお店ももちろん美味しいんだけど、結局ここまで薄皮がないんだよね、ほとんど。んちょっと分厚いんだよね。そうなんだ、だってここの小籠包しか食べてないすげえ、すげえいいとこばっか行ってるね。いただきます。うまいわ。お酒飲んでないからすごいさ、味がわかるね。ジューシー、おいしい。パイグー一番いただきます。パイグー、うん、あ、そうなんだ。パイグーラーメンあったんですか？あ、あった。全然違います。こっちの方がおいしい。いただきます。マジでおいしいね。うん、なんか住んでると食べなくなるけどさ、ここわざわざ来なくなるからやっぱ美味しいわ。美味しくいただきます。美味しいね、うん、上だけ持って帰ってさ、うん、家で晩酌したくなる。いいですね。ごめんなさい、アイデア。ハイグーチャーハン上だけくださいみたいな。いけるんですかね。まあ、チャーハン買ってって言われそう。確かに。チャーハンも美味しい、うん、絶対お酒に合う。飲みたくなりますね。これは晩酌セットで売ってほしいわ、うん、これ3個とこれ半分、半チャーハンぐらいでさ、ビール付きで日本人相当来るよ。一人メニューがあったらもっと人増えると思う。うん、何でしょう。確かに一人じゃあんま入りづらい。入りづらいし、注文の量もこの量からだから、ちょっと食べにくいです。確か日本でやってた気がする、定食みたいな感じで。あ、そうなんですか。鹿島屋とかに入ってた。あ、じゃあカメラこっちですけど大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。お茶です。あ、お茶自分で吸いてるんだ。あ、ありがとうございます。あ、じゃあ次待ってます。はい、あ、お願いします。初めてかも。お酒以外を継いでもらうのは初めて。そうですね。今日は健全ですな。健全です。はい。生姜を乗せてみます。生姜を乗せて、今度はかぶりつく。うん、熱ま？熱熱。熱熱。真的熱ま？真的熱。日本で小籠包食べれないの？食べれないですね、これは。横浜の小籠包とか全然違うじゃん。あ、確かに。違います。あれは、うん、あれはあれで美味しいけどな、うん、でもこっちの方が好きです。薄い皮でね、うん、もう最後もいっちゃってください。あ、いいんですか。いいよ、俺はもう食べたよ。ありがとうございます。嬉しい。これ乗っけた方が美味しい。そうね、はい。
いくらでも食べれるよね。食べれます。30個くらいは。30個いけそう。いけます。じゃ あ, 今度来た時はチャレンジしてみようか。うん、やりますか。いいね。2人で何個食べれるか。やりましょう、やりましょう。じゃあ今度そういう企画もやります。はい、それではバイバイ。初ま初また来ましょう。また来ましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。また来ましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。380度です。はい、変わったよ。690度にお返しいただきました。ありがとうございます。